この年中島悟は5年間の F1 生活に終止符を打った。鈴鹿ラストラン、日本人に夢を与え続けてきた男のフィナーレ。その中島引退の年、ベルギーグランプリでデビューした新星がミハエル・シューマッハ。ここ鈴鹿で手痛い歓迎を受ける。予選 130R、 先輩ピケのティーカーを壊したが、改めて走り直し予選9位。大物の片鱗を見せた。マールボロ・マクラーレン・ホンダ MP46、 エンジンは RA121E V12。 ここでゲルハルト・ベルガーがスーパーラップを叩き出す。1コーナーへ進入。これまでの最速は90年セナの1分36秒966。ゲルハルト・ベルガーはそれを2秒以上縮め、1分34秒700をマークするのであった。この記録はなんと2001年のミハエル・シューマッハまで破られることはなかった。